この説明会は熊本市が今月20日に始めたものです。昨夜は植木公民館で開かれ、市民12人が出席しました。市役所本庁舎の建て替えを目指している市は、概算事業費およそ470億円とする基本構想の素案について説明しました。参加者からは、今の庁舎の耐震性能について説明が不十分との意見や、建設費の高騰を懸念する声などが出ました。出席者の一人は、自分自身やっぱ熊本地震を経験したこともあったので、新しい建物というか新庁舎になることに関しては賛成かなという意見を持ちました。説明会は来月12日までに10回開く予定で、市は寄せられた意見も踏まえて今年秋頃までに建設地を決める方針です。